TC 楽器はどんな価格帯の商品でもしっかり調整クリーニング済み、中古でも安心してご利用いただけます。あ、これ世界一かっこいいギターでしょって言えばいい。でこんにちは、TC 楽器の島です。リピアのおさないです。田中です。いや、なんて言っていいか分かんないじゃん、これそんな同じ枕言葉に2つつかないでしょ、めんどくさいな。おさないのが偉そうになる。偉そう、先言っただけです。珍しい3人なんですけど、はい、特に意味ないんです。特に意味ないってこのメンバーじゃなきゃいけないわけじゃないんですけど、ただそのちょっと僕なりに守備範囲を広げたメンバーにしたんです。守備範囲、うん、今日のテーマに沿った感じで。そうそうそう、はい、どういうことかというと、そろそろね、世界一かっこいいギターを決めたい。その誰の権限ですか。勝手に勝手に世界一美しいギター、うん、知ってます？グレッチのホワイトファルコンが、まあ、世界で一番美しいギターって言われてるね。なぜかね。なぜか誰が言ってんの。あ、いや、そういえばどこなんだろうね。誰かが言ったのかな。まあでもほら正規のさ販売店とかでも書くじゃないですか、ね、はいはい、どっから始まったんですかね。まあでも浸透してるじゃないですかね。その個人的に美しいギターってのはいっぱいあるだろうけど、ただ世界一美しいギターっていう肩書きはなぜかもうホワイトファルコンに許されてるんですよ。だからそんぐらいの感じで、その好みはまあもちろんあるし、ね、美しいギターが欲しいからって言ったらみんながホワイトファルコン行くわけじゃないけど、でもホワイトファルコンはその肩書き許されてるじゃないですか。そんな感じで通説としてもう成り立つかっこいいギターを決めたい。グッドロッキングギターを。グッドロッキングギターを。それどっちかっていうと待って、美しいじゃない。かっこいいギターですよ。はい、で広いジャンルので話をしたかったんで、うん、このお二方にしました、はいはい、ちょっと僕と二兵だと被るかなと思って、ツボがね、ヴィンテージ好きだし、そういう意味の守備範囲。幼いはほら最近のさハイエンドとかも好きじゃない。そうですね。でまあ田中さん何でも知ってるだろうし急に雑です。まあでも目線がフラットだから呼びました、はい、だからなるべくフラットな目線とあと主観をうまく取り入れながら決めたいんですけど、うん、勝手にね、うん、どうです、世界一かっこいいギターって言われて、いやあれだろってすぐ出せるのある、ね、それ決まってない自分の中で。一個に絞るってなかなか難しいです。いくつかじゃあ自分の中でのかっこいいギターってこれだよねはある。は浮かびます。何かっこいいかとかもあるじゃないですか。いやそれはもう任せますわ。何かっこいいかで結構買ってくるよね。何かっこいい、うん、だからまあ渋いのかね、渋かっこいいゴージャスなのかね、その木工作品としてかっこいいみたいなやつがあ、はいはいはい、いやだからまあでもホワイトファルコンみたいな感じの落としどころにしたい。なるほど。だからホワイトファルコンは時期限定してないでしょ。うん、グレッチのホワイトファルコンってモデルが世界一美しいギターとしてそうだね、こうくくられるんで、だからどこどこの何々までですよね。だからそのなんだろう、ね、なんとかコレクションの何々とかはなしね。そういう意味だ。特別なあれとかじゃない、ね、そう、あの個体は良かったとかそういう話じゃない。僕はなんですか、もう本当に決めてある。決めてある。僕はもうずっと決まってます。もうこれの話が出てくる前から決めてある。あ、この話、この動画を撮ろうと思うよりもっと前から、何年も前から心の中にある。僕は本当に決まってますよ。何ですか。え、レスポールカスタム。あ、まあギブソンレスポールカスタム、まあまあまあ、うん、まあね、まあブラックビューティー言うてますけど、うん、ちょっと美しいに振られそうな感じもするけど、まあまあかっこいい。でもあれかっこいいでしょ。かっこいい。武骨さもあるし、うん、ゴージャスさもあるし、うん、ギブソンレスポールカスタムかっこいいよね。かっこいいですね。かっこいい。これ世界しかかっこいいと思うけど結構普通にかっこいいの出てきちゃったちょっと俺もう答え言ったよね。これ一個の答えじゃないです。そのよくないよねボケないですよ本当に。ふざけたこと言わないよはいはいはい。でそういう感じで言ったら、そういう感じで言ったら俺あれギブソンスーパー400ですよ。スーパー400。スーパー400。またギブソンですか。スーパー400。美しくないあれ。え、でかっこいいでしょ。でも美しいじゃないですか。それは主観じゃないですか。その差の話になるまあスーパー400ね。スーパー400かっこいいっすわ。まあまあまあもうなんか超豪華じゃん、うん、そこまでやるっていう。まあでもジャンル近いっすね。まあそうだねアメリカン的な格好だし、まあそのカスタム系じゃないですかね。あのいいかもしれないですね。スーパー400って書いてあるでしょ、なんかブリッジのテープピースに、うん、あれちょっとアメリカンじゃん。あれはバンジョーとかの時の技術ですよね。そのギブソンの持つた彫金技術で言えばね、うん、そんなのあんまディティールが掘り下げるつもりないんですけど、うん、まあでもまあかっこいい、まあ、なるほどね。ギブソンかギブソンってそういうとこあるじゃん。まあそういうとこでギブソンは有利なのかもしれないですね。まあ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 、まあ、高級感っていうところだもんね最初からね、うん、そもそもね。まあホワイトファルコンが美しいって言われてるゆえもグレッチの豪華さにあると思うし、うんうん、
し、ゴージャスだよね、うん、まあ僕はじゃあアイバニーズの J カスタム、もう結構真面目に J カス、はいはい、世界一狙える、いや狙えると思います、世界のツリーオブライフでいける、ツリーオブライフ、ツリーオブライフのあのまず見た目の綺麗さ、うん、まあ問答無用でかっこいい、あとまあデザインがまあスーパーストラトタイプで、あのまあヘッド、有名な形のヘッドしてますけど、よくあの手のギターってそのツンツン尖ってたりするギター多いじゃないですか、でその中でもあれはだいぶその答えというか、その洗練され尽くしたデザインだなっていう、尖りすぎてない、尖りすぎてないしっていうのがもう僕の中のそこら辺のジャンルの中では一番スタイリッシュで正解を叩き出してんじゃないかなって思ってます。スタイリッシュですって思ったんですけど、今回のテーマ的にはアイバニーズの RG で止まると思うんですよ。そうそう、形一緒、あれ違うの、うん、いや俺だってそれが重要なんじゃない、そうですね、それだってほらヒスコレって言っちゃう、でもツリーオブライフが重要なんだったら J カスで、まあ、でも RG も S さ、 S もあるじゃん、まあ、J カスじゃあそこは J カスタムの RG までで S 言いたいです。 S じゃないんで、 S はごめんなさい、 S じゃないんで、 S はごめんなさいえ、どうなのそれ、どうなの、まあどうなの、もっと幅広く、もっとなんかもっと裾野を広げた感じですか。だってほらね、ホワイトファルコンの対になるんですよ、うん、はいはい、いいですね、J カ、やっぱ J カスが悪いと言ってないから、うん、そう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 、本当にアイバニーズの J カスタムの R じゃ超かっこいいんだけど、じゃあそうですね、じゃあもっと大雑把に言うんだったら、うん、ポール・リード・スミスのカスタム24、あーそういうの欲しかったの、そういうのが欲しかったそれだってね、なんかね、テントップですとか言われたようなもんで、そうそうそう、テントップとかじゃなくて、そうそうそう、シェイプの話です、ほとんど PRS はもう PRS としてルックスはもう完璧にかっこいいじゃないですか、まあ確立はしてますよ、アーチトップがかっこいい、そうです、ヘッドも抑えめだけどちょっとツンとしててツンとしてた方がいいんだよちょっとツンが好きなんだよ、ちょっとツンとしてるのがやっぱりその尖ってた方がいい、こうシャッて行き過ぎるとあんまりその守備範囲ないじゃないんですけど、ちょっと優しめにツン、うん、ツンとしてた方がいい、まあ、でもこういう時に PRS の名前が上がるのはまあありでは、まあだって本当にかっこよさとサウンドで来たブランドみたいなとこあるからね、うん、はいはいはい、そうなったらもう僕は PRS のカスタム24かな、鳥飛んでるしね、鳥飛んでるしね、鳥がいっぱい飛んでるのも確かにファルコンに対してね、鳥がいっぱい飛んでるからあの鳥1個ずつ違うんだよね、そう全部違う鳥の種類だからね、あの同じ鳥のバージョンもあるんだけどね、そうそう、はいはい、なんか流れていくやつがあるけど、そうそうそう、1個1人ずつ違うんだよね、うん、最後ミミズクかなんかですもんね、そうそう、あれ24にしか出てこないんだよね、そうそうそう、現代的、ヴィンテージを言わなきゃいけないわけではない、いやまあそうです、うん、だってだからヴィンテージとかじゃないのよ、そうです、だってファルコンもそうじゃん、まあ、だから現行も含めて、そうそう、だからやっぱりね、俺レスポールカスタムってめっちゃ答えだと思ってるんですよ、そういう意味で、あの時期のとかじゃなくて、まあ、もうはいレスカスドーンみたいな、はいはい、それはあるね、スーパー400も作ってないよ、作ってないよねかわいそうで作ってないじゃん、そうなんだね、だからどうなんだ、そのファルコンはさ一応まだねあるから、うん、今もその宣伝文句として使えるもんね、そうだからその宣伝文句を公式に使ってもらいたいんですよ、そうそう、ギブソンさんが見てもこれでスーパー400いけるべとはなんないもんね、うん、なんないね作るかとなんないそうか、そしたらなんだろうな、で2番手あげます、2番手いく、あ、2番手僕も決まってますよ早い、いや決まってる決まってる、全然決まってるよ、2番手ね、やっぱねそういうことを1日中考えて過ごしてるから2番手ね、ちょっと考えるから、毎日妄想してますよ、何がかっこいいかなっつって、あれ欲しいなっつって毎日こういう毎日そういう病気だよそれ人と話してもこういう話だし、一人で考え事してもこういう話え、ある、まあ今2番手出たんですけど、まあ3番手もまあ一応ありますいや1番カスタムに、まあ、1番カスタムで、じゃあその次はまあありますある、あります、なんです、ミュージックマンの JP 趣味じゃん、趣味出たよ、いや趣味って言われてもしょうがないですけど、うん、まああのルックスってあんまなくないですか、他の界隈で呼ぶ人間違えたかもしれないいやだからこれを言われたくて俺呼ばれたと思ってたんですよ違うそういう仕事だと思ったけどそういう仕事だと思ったまあ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 いいでしょう、いやでもあれは問答無用でお店にこう飾ってあったら、あーかっこいいなって思うじゃないですか、思わないですか、あ俺は普通にかっこいいと思うけど、あーかっこいいなーはまでいいかな、やっぱ憧れ成分強いんじゃない
憧れ成分のせいでちょっと補正はかかってますけど、でも特にまあキルトの目が出てるやつとかはかっちょいいなと思うんですけど。でもこのさ、デジマートさんにさ、はい、乗るじゃん、はい、取扱店さんがさ商品アップするじゃん、はい、最初のこの上のコメント欄があるじゃない、ね、はいはい、モデルの後に続くさ言うなコメント欄あるじゃん、はい、あそこでさ、ほぼ100ジョン・ペトルーシシグネーチャーモデルって書くと思うのよ最初はね。ホワイトファルコンはやっぱそれでいくよね。ホワイトファルコンはほぼ100世界一美しいギターって書かれるのまあそうです、ね、かる。ジョン・ペトルーシシグネーチャーモデルっていうその大きい肩書きに対して世界一かっこいいギターって増やす、もうリモリですね、まあ、属性モリモリだね、うん、現実的じゃないですね。そういじめてんの、ちょっと押さえの絵の判定が今日ね。なるほど。いや俺はそこまで考えてやりたい。やっぱその、ね、今回の企画に僕は熱意があります。勝手に言ってるだけ勝手に言ってるだけ。いらんこっちやもんだって基本的に勝手に決めてるだけなんです。まあ、ね、でも JP ね、うん、あでもかっこいいモデルだよね。他にないからね。まあそうだ、うん、田中さん、なんだろう、ちょっと考える。まだ決めてないの。なんとださっきのその今も売ってるとかでいうのに引っかかっちゃった。あ、いやいやいや、でもいいんじゃないですか別に。どうだろうな、うん、そのさすがに1年ぐらいしか売ってなかったらダメ、ちょっとあれだけど、まあだね、ただみんなの記憶に残ってればいいんじゃないですか。ちなみに僕はですね、はい、まあギブソンなんですけど、はい、いや僕フェンダー大好きですよ、うん、フェンダー大好きだけど、あのちゃんとこうもう広い視野で見たら、うん、やっぱこういう手間だとギブソンかなと、うん、フライング V、 あフライング V ってほらどっちっていうパターンあるじゃん、大きく。もちろんオリジナルの方がかっこいいんだけど、その結構違うじゃん、でもルックスとしては外観が50年代のね、ね、本物の本物っつうどっちも本物だけどさ。えでもいやいいよ、もうどっちもひっくるめて、もう V だった、 V だった。だってそういう言ったらファルコンだってちょっと変わってるじゃん。でも多くあっからさまにじゃないよファルコンは。いやちょっと変わってるよ。いやちょっとこっちはあからさまにじゃねえっつってちょい変わってる。まあまあそれはね、グレッチだから。ちょいちょい、うん。でも V はやっぱその V でどっちが好きかって言われるぐらいにはあるし。じゃあやめますわ。急にシュンとしちゃいました。いやフライング V っていうのは、まあ、V は V でかっこいいよ、ね、V だかっこいい。でもいやそんな肩書きいらねえか。 V は V はだってわざわざ上げるほど貧しくないよ V さんは。いや別にそのそれそしたらレスカスだってそうよ。そうブラックビューティーってもう持ってます、ね、あの人は、うん、それはだからそうちょっとまあそれはまあ、まあそうね、いやそのそうね、うん、それはねしょうがない。でもだってそしたらさレスポールカスタムだってさ何種類かあるじゃん。そうなんだよね。いやそのディテール攻めていいんだったら54仕様が僕は一番かっこいいと思ってますよ。いや俺あのランディローズみたいな色してるやつ一番かっこいいと思っちゃう。白やん全然違う。そうなっちゃうよ逆に。あの黄色っぽいやつかっこいいじゃんって思っちゃう。どうなんですかね。えブラックファルコンってどうしてですかね。あれなんて書かれてんだろうね。世界一美しいギターの黒それはもうかっこ悪くない。なんて言われてる、ね、でもブラックビューティーにするべきじゃないですか。じゃあレスカスの場合は、うん、一般的にはね、うん、でもまあ年代まではちょっと詰めるつもりないですよ、うん、なんだろうかっこいい。なんかこうやって考えるとねホワイトファルコン本当にうまいとこついてる。うまいとこ本当に唯一無二感あるもん、うん、いや美しいってさ俺だったらさって言って他上げる気に起きないもん ねあれだったら ねでも世界一かっこいいっていう文字列でさ立件出せるかっていうとそうでもないじゃん。そうね、なんか比較的可愛らしさを出してってるから、うん、フェンダーもそういうとこあるもんね。そうだね、そうだね。かっこいいっつってフェンダーのどのモデルを選べばいいんだっていうとね、うん、難しいです。フェンダーのギターそういう肩書きじゃない方がいい。そうだね。比較的その工芸品みたいなところにかっこよさを皆さんやっぱり。そうですね。だからまあそういう意味でやっぱりグレッチに対してはギブソンがいいかなとは俺は思ったんですよ。もうちょっとはっきりしてればアレンビックスとかも多分ねかっこいい。そういう意味では。ただそこまでモデルが固定されてないから。そうですね。うん。むずいじゃん。BC リッチとかも多分そうだ、ね。うん。確かに。今ギブソンの話がすごいいっぱい出てて、はい、自分もギブソンの中でって今思いついたのが、ファイヤーバードのリバース。普通の方、ね。普通の方はかっこいいな。普通に今思う。ああでも鳥だね。鳥は鳥できてんね。鳥できてるわけじゃない。でもいやあのねそれ一個答えかもしれない。ファイヤーバード純粋にファイヤーバード7でしょ。一番ぎゅうぎゅう詰めのやつ。そういやその、まあ、そこまでいかなくても、まあ、いやでもファイヤーバードであれはマジでかっこいいよね。でもねいやそうでもそこまでそれはまあ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 、まあ、そのモデルはいっぱいあるけど、うん、でも
さらっとギブソンファイヤーバード、いい、世界一かっこいいギターです、ちょっとありかも ね、 ね、しかもなんかホワイトファルコンに対してちょっとこう、ね、武骨っていうか泥臭くてかっこいいじゃないですか、うん、アメリカンって感じだし、はい、アメリカンはね基本的にグレッチも結構アメリカンだけど、うん、だからまあ美しいとは別のね、うん、しかもそのファイヤーバードが美しいの席を取ることって絶対ないじゃん、まあ、そうだ、ね、そういう意味ではかっこいいはハマるかも、かっこいいかもしれない、え、ファイヤーバードちょっといいの出たんじゃない、今思いました、うん、いや、あのノンリバーも含めてファイヤーバードでいいかもしれない、うん、もうそんだったら、まあ、確かにね、俺今ちょっと思い浮かんだのは SG カスタムなのよ、でもいろいろあるじゃん SG って、そうそう、そう SG カスタムはねありすぎる、そうやっぱ、いや俺も SG 何回も今あの話の中で通り過ぎてるんですけど、うん、でも言うと、うん、ほら白くてピックアップが3つあってビグスピーがついてるってなっちゃうじゃん、年式が固定されるからね、そう、そういうとこを外すとなるとちょっと弱いんですよ、だその大きな括りでね、やっぱレスカスかファイヤーバードじゃない今と、ちゃっかり PRS は消えてるんですよ今カスタムイオンはすっげえかっこいいよ、かっこいいと思うんだけど、まあ、まだ PRS ね、そこで叩かなくて言うと思うよ、その PRS でいいじゃん、そうですね、うん、やっぱ今回はね、そのホワイトアルコンの対応を置きたいのよ、俺としては、はいはい、かっこいいギターっていうわけで、まあ、確かに対 PRS って言われると、ね、対ではないわ、別のわけだよね、そうまたね、うん、いや、そしたらファイヤーバードいいなと、ありですね、うん、レスカスはレスカスで一人で立てるもん、でも世界一かっこいいギターって書いてあったらすげえっぽくないですか、レスカス、その枠もブラックビューティーで固定されてる気がしてきたファイヤーバードにそういうのないもん、ファイヤーバードって肩書きねえか、そういえばないん、その、うん、デザイナーズシリーズとかいうのが書いてる人いる確かにそういう肩書き通りだみたいな、そういう肩書きはないのか、カスタマーいっぱい肩書きあるもんね、そうそうそう、いや俺は今までもうレスカスと信じて疑わなかったんですけどファイヤーバードはマジでありかも、その肩書きを与えるにもねふさわしい、ね、そうそうそう、世界一かっこいいギター、かっこいい、なんかもうちょっとないですかね、美しい、かっこいい、まあ、しょうがない、かっこいい、かっこいいになっちゃう、かっこいいからねちょっとアホっぽくね、かっこいいまあ、ファイヤーバードもいいですね、全然この今日のテーマにはそうですね、逆にぴったりじゃないですか、うん、確かに定番コメントがついてこなかったのはファイヤーバードですね、必ずデジマートさんのその最初のコメント欄って仕様に言及しますよね、うん、ファイヤーバードのいくつです、ね、3ピックアップ仕様とか、うん、ノンリバーとかね、ノンリバーP90 とかミニハムの心地よいクリーンとかそれは細かすぎるわね、そういうのってバラバラだったでしょ、うん、でもファイヤーバードを総括して世界一かっこいいっていう席を与えてあげるのは確かにいいかもしれない、まあホワイトファルコンよりかはちょっとなんかバラバラしてくけど、数なんかバラバラなんだ、仕様がね、そうそう、仕様がね、やっぱノンリバー外す、でもノンリバーの方が俺好きなんだよねあ、そうですか、ノンリバーちょっと可愛さに寄せてきてる気がするんだよな、じゃあかっこいいで言ったらリバース、リバースなんだよな、特にあのね、段差ついてるところとか、そうなんですよ、そこ、ね、段差がかっこいい、うん、あれね、じゃあリバースのファイアバース世界一かっこいいギター、ね、世界一かっこいい、ありかもしれない、だからノンリバは世界一かっこいいギターのノンリバモデルみたいな、その別のね派生ね、面白い、それだあっちをブラックファルコンにしてやればいいんでしょなんて言われてるか分かんない、ブラックファルコンさんね、なんて言ってるか分かんないけどみたいなじゃあ僕は松井店長と二平君にこれを共有しておきます、うん、ファイアバードアップするときに世界一かっこいいギター使ってください勝手に決めんなってくるかもしれないけど、当社調べって書いてあるいやでもここでの話なんで、いやでも分かんない、10年ぐらいやったらよそで言い出すかもしれない、ちょっとずつツイッターとかで、そうそうそう、あの世界一かっこいいギターで有名なファイヤーバードだっつって写真撮ってあげたりファイヤーバード見つけたら、あ、これ世界一かっこいいギターでしょって言えばいい、で楽器屋さんで大声でね、そう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 、これ世界一かっこいいギターって言われてるやつじゃんっつって、ちょっとね広めていこう、うん、ギブソンが使ったら勝ち、ギブソン使ったら勝ちだからギブソンジャパンがツイートで世界一かっこいいギターでおなじみつってファイヤーバードの写真載せたら勝利です。まあここでね、いやどう考えてもマローダーだろうとか思ってる人がいたら申し訳ないけど、まあそういうでも僕はこうだと思いますって意見はたくさんあると思うんですよ。はい、じゃあちょっとそれはね今回あの本当あのそういうんじゃなくて、まあ各々のかっこいいギターはあるから、ね。でも決まったから、違うだろうってご意見だけは受け付けます、ご勘弁くださいませ勝手に言ってるだけなんで、勝手に言ってるだけだと捉えていただければ、わ、はい、からないです、暫定、もしかしたらこれ撮影終わった後に、ああれあったじゃんって俺らもなるかもしれないんだけど、まあでもまあまあまあとりあえず、うん、とりあえず一旦今日のところは収めたいと思いますので、はいはい、もし更新するようなことがあればまた動画更新しちゃうというわけで何気ない会話でございます、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、
CC 楽器では通販の場合でも6日間のお試し期間がございます。どうぞお気軽にご利用ください。